こんにちは、速稼塾の久保です。分散型金融で儲ける仕組みをずらーっとね10回ぐらいでお届けしたと思いますけども、今回一旦最後でございます。最後までついてこれた方はすごいなと思いますよ。私もねこれからますますね、細かく理解することによってもっとね緻密な講義を作り上げていこうと思います。まずはスピード優先ということで、ちょっとね一部の方を振り落としたかもしれませんけどもすいません。スピード優先すると一問一答できないんですよ。それこそご自身で調べる意欲がある方だけにここまでご覧いただいたかと思います。じゃあ今日最後のね講義をお届けしますね。パンケーキスワップで流動性を提供すると、収穫したケーキっていうのがありますよね。これで複利運用できるようになるんですよ。まずはどんな利益があるかというと、取引手数料の一部がもらえますよね。そして取引所のトークン、これがケーキなんですけども、これがもらえると。でさらにケーキやそれ自体を預け入れることで、追加でケーキをもらえるんですよね。だからケーキがどん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 増えちゃうって感じでございます。で、これは嬉しいですよね。で錬金術っぽいんですけども、この分散型金融デファイでですね、よくある仕組みなんですよ。だからこちらの方を理解していただきたいと思います。複利運用できると言ってもいいんじゃないかなと思います。でケーキを増やす方法は非常に簡単で、プールページにアクセスしてケーキプールに手持ちのケーキをステークするだけでございます。ステーキングですよね。すごい簡単です。で下の方にね、その URL つけときますんで参考にしてみてください。むちゃくちゃ簡単ですよね。ケーキでケーキを増やすわけです。増えたケーキはコンパウンドというボタンを押すことによって、そのまま資産運用に組み入れられていくってことになります。定期的にアクセスしてコンパウンドをしておきましょう。ケーキの複利運用までやれば BTC 担保で運用した場合でも年利 5% から 10% つくと思います。すごいですよね。他の怪しい案件する暇があったら、今私がずっと話してきたこのデファイをやった方が絶対いいです。もうね、人類史上初ですよ。安全度と利益がこのバランスで提供されるっていうのは。しかもこれね、人為的なものではなくて完全プログラムが入りますんで、書き換え不能のこの仕組みっていうのはずっと続くんですよ。ですんで、何としてもねこのディファイ分散型金融の今回のロジックを手に入れて理解していただいて、もうね100万円をどんどん増やしていく、10万円をどんどん増やしていく、増える一方っていうね、そういう流れを作っていただきたいと思います。ちょっとね起きがけでね鼻出ちゃいそうですね。で一応ですね説明しておくと、ケーキプールの利回りっていうのはケーキ価格に影響を受けるんですよね。ですんでケーキがゴミになったらプールの収益性も落ちますんで、開発とかね利用動向っていうのはご自身でチェックしておいてください。しばらく放置していたらなくなっていたみたいなことも起きますんでね、そこは自分でやることですんでご注意ください。私からの連絡を待っていても何も入りません。で個人的にはね、まだまだこれね伸びるプラットフォームだと思いますんで期待したいですよね。ということでね、一通りお話ししました。ずっと理解できていればすでにもうセットされていて、今日この瞬間にもうすでに回り始めてるんじゃないかなと思います。それではですね、一応ここで一旦終わりますけども、もっと詳しいやつをねご希望の方がいらっしゃったら、しっかりと作っていこうかと思います。ご希望の方がいらっしゃらなかったらね、ここまで見ていただきましてありがとうございました。分散型金融は私一人でやっていきます。では失礼します。